こんにちは、速稼塾の久保です。花屋龍馬さんね、 YouTube はすごいですね。やっぱりね、私の人生の中央に YouTube がデーンと居座ってから、私もすっかりね YouTube の住民というか、まあ、花屋龍馬さんも、それからチャンネル登録がね100人200人の方にも言えるんですけど、普段ね100人の前で喋れるチャンス、発信するチャンスがある人ってどのぐらいいるでしょうかね。私あんまりないと思うんですよ。あの、学校の先生っていう職業は、例えば1年間で1000人ぐらいの生徒さんに知り合えるのかな。1000人は無理ですね。まあ100人としましょうか。100人の生徒さんの顔と名前が分かるレベルで知り合えるとして、学校の先生がね、10年やって1000人でしょ、100年やって1万人なんですよ。そう考えると、毎年のように新しい人に出会える人生や職業としてもね、学校の先生がそのぐらいなんですよ。でも YouTube やって、早い人は1年でね100万人とか行くわけじゃないですか。で、私ですら、まあ、10年も経たないうちに今ね1万3、4000人になってきて、でその登録者に向かって一度にねこうやって話せるというか、だから私の目の前には誰もいないんですけど、今ね1万人の人が、聴衆がいて、そこに語りかけてるのもんなんですよ。で、みんなが聞いてるとは限らないですよ。一部の方はそっぽを向いて別のことやってたりとか、私がたまたま興味のない話をしてたりとかすると思いますけども、でも確実に100人とか200人とか、時には1000人とか2000人が共感してくださったり、今日もねコメントがね合計で300件ぐらいついてるんですよ。これ毎日なんですよね。200件から300件いろんな動画にコメントがついていて、もうコメント会社はほとんどできないというね。だいたい100件を超えたあたりからできなくなるんですけども、まあハートマークプッシュするのがねやっとみたいな感じで、すっかり YouTube の住民なんですよ。で、リアルの活動っていうのはその代わりほとんどありません、私は。ね、YouTube を離れると、カメラの前を離れると、本当にやることないんですよ。ということですね。すごくシンプルに考えて、YouTube をやってない人生が私にあるとして、いろんなことをね、リアルの場で一生懸命やってる人生と、そうではなくて YouTube の中でいろいろやってる。でも YouTube を離れたら何もやってない今の人生と比べたら、まあ、どっちがね、得るものが多くて、どっちが、はあ、自分の人生がどんどんね後回しになってるのかっていうのは明白なんじゃないかなと思うんですよ。いや、はばかりながら私はその YouTube をはじめ速稼塾っていうのをスタートして3年ぐらいで1億円以上のお金を手にして、借金も返して、滞納した税金も返して、プラス一戸建ても一発で購入してみたいな人生が始まって、そっから隠居暮らしなんですよ。そっからですよ。だって毎日何かでビジネスやってたりとか投資をやってるわけじゃないんですよ。私も本当に毎日このなんか YouTube を時間の合間に撮って、そして塾生さんのメッセージにサポートを返してみたいなことをずっとやってるわけですからね。もうこれが8年続いてるわけですよ。じゃあ他にやることって言ったら別にないというね。だから私は強く思うんですけども、 YouTube を始めようぜって話なんですよ。お金が欲しい、ビジネスで成功したいんだったら YouTube をなくしてないですね、もうね。これはで YouTube で顔出しがどうとかっていう方もいますけども、お金を最優先に考えてないとかね、ビジネスの成功を最優先に考えてないんだったら、顔出ししたくないとかね、喋りが苦手だっていうことを、まあ守り続けていけばいいんじゃないですかね。ただ自由が手にしたいんだったら、少なくとも YouTube って入り口から入っていかなければ、自由な人生ってのはもう永遠に手に入らないと思いますよ。だからそういうのが現実じゃないですか。特に今年は特に思ったんじゃないかなと思うんですよ。YouTube 活動してる人ははっきり言って暮らしとか収入に全く影響がないというかね、そればかりか追い風が吹いたと思うんですよ。でも YouTube、Zoom、その他インターネットのスキルがない人ってのは、人との接触ができない中で本当にどうすればいいのか分かんないような状態ですよね。まあせいぜいと言ったらあれなんですけども、 YouTube のコメント欄にちょっと書くぐらいで本当にね身動き取れないと思うんですよ。まあ、ですので私は強制まではできないし、強くお勧めすることもできないけども、何か突破口をね作るんだったら発信することですね、 YouTube で。それにつきますよ。じゃあ YouTube を見てるだけで人生が変わった人と、 YouTube で発信して人生が変わった人、どっちがより多いかってことなんですよ。そして、いやそんなことないよ、 YouTube って見てるだけでもすごいいい人生が始まるんだよって方は、まあそういう人生が最高だったのかなっていうふうに立ち止まっていくときにね、やっぱりなんかこう人に知られていないっていうのが一番悲しいんですよね。自分の苦しみ、悲しみ、悩みっていうのが誰にも受け取ってもらえないみたいなね、それすごく悲しいことだと思うんですよ。分かってもらえないっていうのが、まあ、だから悩めば悩むほど、苦しめば苦しむほど誰かにね何かを言いたくなると、その場所が YouTube ってこともありえるんで、もう私はどっちかって言ったら悩みがないんで、 YouTube の前に立ってもね、こんな悩みがあるんですってことはないんですよ。だから
悩みや苦しみを持っている人ほど YouTube で発信して何がしかのね、こうなんですかね、お助けの声をいただくとか、気づいていただくっていうかね、そういうことをするのがどうかなと思いますよね。やっぱコメント欄で書いてる分にもその限界がありますよね。コメント欄に書くぐらいでは分かってもらえないんで、やっぱり伝わらないんで、伝えるべき人に、で私の場合は YouTube ってものが今人生の中に入ってて、数々の出会いがありましてね、 YouTube のおかげで私47都道府県、日本一周ってやつですけど、それも1年半かかりましたけどね、実現して500名ぐらいの視聴者さんに会いましたよ。でもまだ500名ですからね、全体の20分の1ぐらいというね、少なさ、30分の1か30分の1ぐらいっていうね、少なさですからね。これからも旅を続けていきたいなと思うんですけども、なかなかできないんでね、最近はズームライブを対応しておりますけども、これからね、西アクラスの山根さんと、それから松潤さん、この音楽対談っていうのも第2回1月24日に設けますし、それからガチンコマッチョクラブのミスター M さんと山根さん、このね筋トレ、ガチンコ対談っていうのもちょっと今日企画がね決まりましたんで、この2つも推し進めていきたいなっていうのと、あとね、最近速稼塾に参加してくださった岩手の方で、フォークソングものすごくね詳しい方がいるんですよ。でその方のフォークソング歌詞解説っていうのもちょっとスタートするように進んでいきましたんで、これもね結構楽しみだと思いますよ。昭和50年代ぐらいの日本の音楽、フォークソング、歌謡曲、この辺をこと細かく解説していただいてね、昭和40年代の人の心をちょっとね持っていこうかなと思ってますけどもね、ノスタルジーですね、はい、ということで YouTube ってのは時間を超えて空間を超えて多くの人をつないでくれる重要なツールだと思いますし、今のところね速稼塾というものの中心に私がこういった交流をこうね助けていくことができるっていうのが名誉なことだなと思います。で花田龍馬さんにも速稼塾もしくは速稼塾以外を通じていろんな動画メッセージいくと思うんですけどね、こういうふうにね人と人との交流がこのコロナ禍なのに生まれてるのは YouTube、 これが中心にあるからじゃないかなと思ってますね、はい。ではね、やっぱり人っていうのは一人では生きていけないし、一人で生きてちゃいけないと思います、やっぱり気づいて気づかれ合って、傷つき合うけども癒され合ってみたいなところがあってね、なんと人間模様交差点、それが YouTube なんじゃないかなと思います。じゃあ花田さんはね、今度山根さんとミスター M さん、こういった方と関わるときにどんなテーマでトークをやっていきたいかちょっと聞いてみたいんですけども、いかがでしょうか。西アクラスの山根さん、同じ岡山県ですよね。そしてミスター M さんね、なんかお土産を送った中でもあると思いますし、まあ、綾沢ちゃんもね、仲良くやってくださってるんで本当にありがたいと思いますけども、とりあえず今回は2人の男性、西アクラスの山根さんとミスター M さん、この方それぞれと対談をするとしたらどんなテーマが自分には向いてると思うか、そこについてねちょっと聞いてみたいと思います。では行ってらっしゃい。